マイケル・ブロッカーズは、テキサス州ヒューストン出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のデトロイト・ライオンズに所属している。ポジションは、ディフェンシブ・タックル。大学入学前にライバルズ・ドット・コムから4つ星、ストロングサイドのディフェンシブエンドとして、全米で10位に評価を受けた。テキサス農工大学、テキサス工科大学、ルイジアナ州立大学から奨学金のオファーを受け、 ルイジアナ州立大学へ進学した。2009年は練習生として過ごした。2010年、LDT ラザリアス・リビングストンの控えとして、全13試合に出場した。アラバマ大学戦で、初先発し、4タックルを挙げた。2011年、全13試合に先発出場し、チーム3位の9.5ロースタックルを挙げて、AP 通信により、 サウスイースタンカンファレンスのセカンドチームに選ばれた。アラバマ大学との BCS ナショナルチャンピオンシップゲームではダブルチームされたが、それを突破した。2012年1月12日、残り2年大学でプレーせず、NFL ドラフトにアーリーエントリーすることを表明した。セントルイス、ロサンゼルスラムズセントルイスラムズ時代2012年の NFL ドラフトでは1位指名有力候補として招待され、一順全体14位でセントルイスラムズに指名されて入団した。6月7日に4年950万ドルの契約を結んだ。8月30日のプレシーズンゲームで右足に10度の捻挫を負った。第10週のサンフランシスコフォーナイナーズ戦では1.5サックを上げた。 第14週のバッファロービルズ戦では1.5サック、1ファンブルフォースの活躍を見せた。2013年シーズンは全16試合に先発し、46タックル、5.5サック、1つのファンブルフォースを記録した。2014年シーズンも16試合に先発し32タックル、2サックを記録した。2015年4月27日にラムズは契約オプションを行使した。 この年は16試合に出場し、44タックル3サックを記録した。2016年9月15日にラムズと3年契約を結び直した。この年は14試合に出場し、19タックルを記録した。2017年シーズンは16試合に出場し、55タックル4.5サックを記録した。2018年シーズンは16試合に出場し、 54、タックルを記録した。チームは、第53回スーパーボールに進出し、ニューイングランドペートリオッツと対戦したが13から3で敗れた。ブロッカーズはこの試合で7タックルを記録した。2019年シーズンオフに、ボルチモアレイブンズと3年3000万ドルで契約したと報じられるが、合意に至らず、破談となった。2020年4月3日に、 ラムズと3年2400万ドルで再契約を結んだ。デトロイトライオンズ2021年3月17日にデトロイトライオンズにトレード移籍した。ありがとうございます。